本当に浴衣似合ってるよ。ありがとう。もうこんなことばっかして。ちょっと、ストップ！それじゃ、おやすみなさい。僕も！司ちゃんと離れ離れで寂しかったよ。どれくらい？これくらい。時間は深夜4時、アリス川のみんなも爆睡中。これはひょっとするとチャンスなのでは。僕たちは夫婦だし、別に気兼ねすることは。旦那様、ギュッてしてほしい。スカサちゃんは本当に可愛いよ。ちょっと気分悪くて早退した。だるいし吐き気とかあってさ。これつまりきた。早く早く。うっせえな。違うわ。まあ授かり物ですからね。ほら。ああ残念。うん、何？日常はそんな感じに劇的には終わらず、静かにたまに大きく動き、喜び不安入り混じりながら、サンキュー、サンキュー。暇な時も忙しい時もつかず離れず戻れずに進む。